はい、県庁の屋上、今ただ今着きました。どちら方面なんだろう、これ南方面かな、南方面、あるいは興福寺の五重塔かね。はい、五重塔だね、興福寺。ちょっと向こうのガス見えないね。あ、山が全然見えない。あれがどこだ、金剛山、桂木山、金剛山、ね、手前が二条山。ちょっと動画で、画面で見えないな。はい、これが興福寺の本堂かね、これ。これ本堂、本堂やね。ずーっと生駒の山が見えるですね。はい、そしたら西を向いて歩いてみようか。西ね、これすごいぞ、これほらね、草がいっぱい生えて、この辺も木がいっぱい生えて、そしたらこれほら板張りこれ西川でございます。あら、こんなに眺めが良かったとか。はいはいはい、これ南川、西川やから見えないな。近鉄は見えるけどね、ね、近鉄のステーションは JR ちょっとわからんな。ちょっといやわからん。こんなんですか。なかなかいい眺めでございます。はい、誰と言いましょうかね、そういうやつ。はい、これがね、西を見た感じだとね、正面が生駒さんでございます。正面ね、生駒さん。平城宮跡とかは 見えるかね。いやー、ちょっと確認できないね、平城宮跡。ちょっと見えませんね。ちょっと残念だ。目視で確認できない。はい、こちら北の方、京都の方ね。北の方面は何か見えるかね。天皇陵とか何か見えないか。見えないか、分からないね。やっぱり何かなかったら分からんね。はい、こんなんです。はい、北から今度は向こう行ってみましょうか。東方面に行ってみましょう。東方面にずっと歩いて、はい、そこは警察本部の方です ね、 ね。これ一回やっぱり県庁から中身見とくべきやね、奈良はね。これは本当に、ね、よく見えます、いろんなところ。いやー、正面にははい、若草山がどんどん構えてますよ。あれ2週間ほど前やったかな、3週間前やったかなと思ったんですけどね、あれは大変でございました。1週回るのに30分ぐらいかかるかね、30分かかるね。若草山でございます、あれがね。はい、さっきあの下をね、車でちょっと行ったんだけどね。お、鹿がおるぞ、鹿が。あ、鹿じゃなかった。残念、鹿じゃなかった。鹿がおらんやろな、こんなとこにな。はい。鹿がおりました、鹿が。はい。ね、鹿でおります。若草山ね。ずーっと若草山から。山々もいっぱい見えますけどね。そうしますと、こちらから大仏殿はどこだ？あ、左正面か。
そうですね。あれが春日大社か。うわー、これやっぱり眺め最高やね。はい、こんな感じでございます。ちゃんとわからん、どれが2月どうかちょっとわからんな。これだいぶですね、さっき裏に行ってたやんとはだいぶって裏ね。ちょっとじゃあ2時間経由で見てみましょうね。はい、ここに案内板があります。これで見ると春日大社は見えないな。ちょっとやっぱり見えますね。あと何が見えるかね。春日大社は見えない。大仏殿と何台も見えるか。何台もあれが何台もやな。あれはね、あれが大仏殿、大仏殿だ。でずーっと見に寄るとね、何台もこれが何台もやな。これ何台もだよね。でちょっと右に振るとここがね、これが若草山でございます。ずーっと行くとこれは春日山とかなんかそんなんやね。春日山とか高窓山、あれドライブを回るとずっとこう行けるんですね。下はちょっと流れてみましょう。下はどんなんですか。下界は今日は8月の14日でお盆なんですけどね、どうなんでしょうかね。人では、あと大仏殿前あたりもちょっと行ってみないといいからね。はい、こんなんでございました。いやこれはもう一回ね、どうしてもね、何回も来てるけどね、あれが生駒さんかな。